八ショータイム二等兵の友人屋です。D 隊長です。隊長でございます。お前らずっと最近セルフヘルプ術だな。そう、この本があまりにも面白くて、まあ、アメリカ名、Please Understand Me。まあ、人がいかに自分自身を分かってないか、で、分かった瞬間に気持ちいいかっていう話、ちょっと、BL すみません。BL なんか、お前らイチャつくなよって話なんですけど、自分が、僕、M8 小隊二等兵、初めになんとなくやった時に、エンターテイナーになった。で、ふーんって、さらっと流した感じ。で、チャンネル登録者さんに勧められて読んで、やったところ、とても面白かったんです。で、初め、これを読んで、はぁ、面白いと思ったのが、私が ESFJ。ESFJ。はい。初めに、エンターテイナーだと喜んでたんですけど、ESFJ で、そこのところ、読んだところ、ESFJ、パーティーのホスト、ホステス役とあって、性格としては、最も社交的なタイプです。すべてのタイプの中で、最も社交的な ESFJ は、人との関わり合いから元気になるタイプだ。また、自分が好きになったものは、実際よりも美化しがちであると。調和がこのタイプの鍵となる言葉で、総人口の 13% がこのタイプであると。で、ESFJ は、学校、教会、市民グループのような団体の優れた育て役で、どこに行っても人に和と安らぎをもたらす。で、パーティーのホスト、ホステスには最適な性格で、いろんなところにすぐに参加して人の世話をして回る。このタイプにとっては社会的なつながりが大切。で、ちょっと僕がパッて注目したのが、この人は他人から注目されたいっていう願望を持ってる。で、この人 ESFJ は人が自分に無関心だと傷つき、他人にしてあげたことが評価されていることを強く望む。で、自分の外見を常に意識して世間の標準に合わせようと他人の意見を真剣に受け止める。で、このタイプの価値基準はすべきではないという言葉に凝縮され、良心的秩序正しいが孤独になると落ち着かない。だって僕がよくこの動画でやる、みんな出ましょうよ、出ると気持ちいいですよっていうのは、自分が気持ちいい、そう、自分が気持ちいいから人も気持ちいいよねと思っていた。で、ずっとこれをやってるっていうところにすごいピンときたんですね。あ、これ俺じゃんって。あと、愛されたい願望が強い。感情を表に出して、人から愛され、必要とされ、評価されることを強く望み、それを確かめるために多くのエネルギーを費やす。で、組織やプライベートでの人間関係がうまくいかないと落ち込む。で、優しいが悲観論者。すごいじゃないですか。もう俺じゃんなんですよ。で、人間や物に根ざした生き方をする僕なんですよ。なので、じゃあここにいましたね、いましたねなんですよ。じゃあ隊長読んでみましょうか。隊長は INFP、 気高い理想主義者とあって、思いやり深い理想家、いつも優しく穏やかで、また無口で内気だと思われている、人に対しては冷静で控えめに振る舞うが、実はよそよそしさとは全く正反対なタイプである、来ましたね、来ましたね、はいはいはい、来ましたね。特別な意味を持つ相手や目標のためには、情熱的な心を込めて世話をする、一言で表すと理想主義者、時にはこの特徴のせいで、孤立して見えることもあるが、なぜならそれはこの INFP 型は総人口の 1% に過ぎないからである。珍しいあのね、僕見つけました、宝物。やった。そう、僕は思ってたんですよね、
ここワーキングスペースで、うんうん、隊長と今まで、うんまあ、何年目でしたっけ、ここ7年あの創業されて7年です、ね、7年もうすぐ7年で、誰も隊長を今独占してないんですよ、ね、7年の間、うんうんうん、隊長とこういうことやってなかった、うんうんうん、で、うん、僕が、うん、あのコワーキングスペースに入り、うんうん、やりましょうやりましょうよって、うんうんうん、1% の特別な才能を持つ人を捕まえてきて見つけたなって今僕思ってます。珍しい人を見つけて、僕だけじゃできないから、でも僕のやりたいことをやって、これを商品にすることで僕のやりたいことをやってる、ホスト役ですからね。そう、見つけた感がとてもあって、これをね、この7年間の間で誰もやってなかったことに感謝というか、バカだな、もう7年間のこの 1% の宝物を見過ごしてきた人たち、あでも今からでも遅くないよで、まあ、この人、気高い殉教者、精神的な価値観が高く、道義心や名誉心を持っている、物語上の王子様かお姫様、国王の護衛官、城の守護者というタイプであると、アーサー王の円卓の騎士の中で、最も気高いガラハット卿や、フランスの英雄的殉教者、ジャンヌ・ダルクはまさに INFP 型の原型であると。だからもうあの漫画とかアニメとか、あそうかそうか、そう好きですもんね。なるほど。どっちかというとあのヒーローものとか、はい、ああいうなんかそういうのが好きじゃないですか。僕も面白いと思って読むけど、慣れないと思っている、そういうのに憧れる。あただそういう人に行けって言われれば喜んでいく真っ先に死ねる、で、純情性への憧れ、肉体の調和や感情と理性の調和など、人生に一貫性を求める、どこか常に悲しみを引きずっているようなところもあるが、他人がこの心のひだに気づくことは滅多にない、これは僕はちょっと何を言ってるかわからないんですけどね。でこのタイプは建設的で立派な目標へ向けて誓いを立てているので、否定的なものや邪悪なことに魅力を感じないように常に自らを戒めている。したがって調和と純情性に憧れる一方で、世間の汚れたものや俗っぽいものにも気を取られているという矛盾の中に生きざるを得ない。何を言ってるかわからないでごめんなさいね。で学級生活に興味、学級というのは学ぶ研究の級、職場では順応性があり、新しいアイデアや情報を歓迎し、周りの人の気持ちを尊重し、ある程度の心理的な距離は置くとしても、ほとんどの人との良い人間関係が結べる、仕事中電話や邪魔が入るのを嫌い、一人で仕事をすると能率が上がる、しかしそうかといって、他人と一緒に仕事をするのも苦手ではない、体調のことみたいですそうで、まあ、込み入った状況に辛抱強い反面、まあ、単純作業はあまり得意ではない、たまに事実を勘違いすることはあるが、価値観を見失うことはほとんどない、このタイプは、教育、医学、建築心理学といった方向に進むことが多く、ビジネスっていうのとはあんまり縁がない、まあ、専門的なために必要な訓練を積むのに全然そういうのは嫌いじゃない、アカデミックな方向に優れている、で、まあ、自分の性格を抑制することができ、独特の人間描写ができるので、まあ小説とか性格俳優みたいなのに向いてる。ではパートナーとしては献身的で心配性なところがあるよと、で忠実に家を守るっていうところもあったりしますよ。でもまあ僕は羨ましいなって思ったのは 1% その数字その数字で、もしくは
あ、これまたちょっと僕の悪口になって、はいはい、ってくださいね、うん、これをやってもらって 1% なったってことは、うんうんうん、あなたにはその宝物は動画を撮るべき、うんうん、1% もうそう売れるよそれって。でも逆にこの多いのも、はい、それを見て参考になる人が多いってことじゃないですか。そうです。だから売り方をか、うん、これはまあ僕の悪い癖か、そうみんな出ると気持ちいいでしょって、うんうんうん、13% は多い方、多い方ですよね。多い方ですね。多い方ですよね。16個あるうちの 13% ですから、うん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 、多い方です僕は、うん、そうするとそういう人たちが多いので共感はいっぱい得られる気はするんですよね、はい、あ、まあ、そうだから出たいっていう人は、うん、でも僕は出たいって人が一緒に来るとぶつかるんですよ、多分出たい、出たい同士で出たいんでしょって言っときながら言っときながらでも、うん、あのコンテンツ、うんうんうん、話す議題を持ってきてくれれば、うんうん、ぜひ一緒に喋りたい、うんうん、でそういう時はわーって喋ってもらって、うんうん、ちゃちゃ入れたい。それはそれで楽しい、楽しい、うん、しこの 1% の魅力を見つけてこの引っ張り出してきたのは俺手柄だなって1% なんだって、うんうん、だから珍獣ですよ。珍獣ですよ。珍獣、動物園にいる感じ。そう、うん。っていうところで今ちょっとざっくりですが、うん、ESFJ と INFP の紹介をしましたと。は、う、い、んうん。なんでもしこの、うん、このタイプもやってくれよとか、うんうん、あったらおっしゃっていただきたいですし、うん、多分私としては勝手にやりだすと思います。まあ、勝手にやりだす。体調やりましょうよこれって。多分勝手にやりだすので、はい、あのコメントくれた人は優先的にやりますっていう、あのやりますし、うん、あの我々あのライブとか一緒にやりましょうよ、うんうんうん、あ僕の悪い癖ですね、うん、あ、まあ、でも出てもらって、あの分かる分かるとか言ってほしい、うんうん、無理やり誘わなければいいですそうですね、うん、なんで、まあ、あのおっしゃっていただければ、うん、そしたらまあ直接話をしながらこれできるかもしれないですね。そうですね。で皆さんこのセルフヘルプ術、うん、おすすめです。面白いです、はい、面白い、はい、というところで、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。